朝鮮文学。朝鮮文学は朝鮮民族によって書かれた文学である。現在の朝鮮半島は人工的に南北に分断されており、北の朝鮮民主主義人民共和国では朝鮮文学と呼ぶが、南の大韓民国では韓国文学と呼ばれる。日本ではこの両者を含めて朝鮮文学と呼ぶが、韓国式に韓国文学という表現も存在する。 歴史的に見れば、民族文字であるハングルが創生されたのは15世紀半ばである。その以前は、基本的に、朝鮮文学も漢文で書かれていたし、日本語と同じく漢字によって、民族の言葉を表記したりとや札などの伝統も存在した。ハングル創成後も漢文で書くのが正式とする意識が強く、ハングルは、李氏朝鮮末期まで、公用の文書としては使われなかったが、 民間では、ハングルの発明を受けて、ハカデンなど多くの小説や、歌謡のパンソリが書かれ、朝鮮民族独自の文学が本格的に始まった。この流れを組んで、李氏朝鮮末期、日本統治時代に多くの文学作品が発表された。韓国では、この時期の文学あるいは古代の里歌なども含めて、韓国文学と呼んでいる。韓国で朝鮮文学といえば特に、 李氏朝鮮時代の文学を指す、朝鮮半島における最古の書籍は、高麗時代に編まれた、三国式及び、三国維持である。よって、それより、過去の文献を確かめる術はないが、文字活動は、三国時代からなされていた。高栗は、新州、くだらは、初期、白木は、国史という歴史書を編纂している。それ以外にも、鳥場雑編、過労良記》。 白ラ主遺伝等を文献上に見ることができる。しかし、それらは高麗時代に散逸した。三国時代より過去の文字活動については現在において確認することはできず、わずかに古伝によって伝えられた説話がその残骸を残すのみである。三国式、三国維持は歴史書として読まれているが文学としても読むことが可能である。三国式では、 カロに関する記述が物語性を帯びたものと見ることができ、また、宮古渡る殿、オントール殿などの列女、公女伝も史実に物語性を含んでいる。三国一では、春秋光、くだの武王の逸話が有名である。高麗時代の書籍としては、白雲小説、ハヒマ州、保管州、クヌギ沖な冷説などの冷刊文学や、浮雲子辞伝、友学堂辞伝、 広市特格子伝、王老半言伝どの相伝が書かれた。朝鮮文学研究者の野崎光彦は、長い研究生活の末に、朝鮮古典文学の主人公や舞台はほとんど中国、中国人だから、朝鮮古典文学の特徴は、朝鮮の不在であると結論づけている。李氏朝鮮時代に入ると、ハングルが創生され、1446年、 いよいよ国文による文学が現れる。よって、研究者の立場によってはハングルで記述された文学を、もって国文学の誕生とみなす場合もある。しかし、ハングルは、漢字の読めない、身分の低い、学識の低いものの文字と下げむ傾向が、ハングル誕生時から近代に入るまで、根強く残り、ハングルでの文学活動は、知識人にとってその地位を危うくす、危険性をはらんでいた。 そのため、朝鮮では、ハングル、国文が誕生して、以後も漢文による文学活動が主であり、ハングルでの文学活動では、作者は勤めてその名を隠そうとした。ハングルで書かれた文献に、作者不明のものが多いのはそのためである。漢文での文学活動は依然として、非叡漢文学が盛んであり、大屋丹、東野伊州、青、旧野丹、青、旧絵味草、 慶二氏の段、ガ島雑録、芝バ類説などが書かれる。古今笑い草は、朝鮮最古のワイダン州として知られている。中でも、金似州の、金剛神話、1494年は、中国の戦闘神話の影響を受けた、本案小説として、文学的価値が高い。金剛神話は、朝鮮では散逸してしまったが、日本で訓典を入れられて読まれていた。日本の、 都議女子は、金剛神話の本案と見られている。文録、慶長の役、1592年、1597年、を経ると、軍記が、盛んに書かれる。すなわち、長録、伊佐夢中南録、日本王冠録、小溜浦将棋録、東山儀列録、龍腕劇君録がそれである。その傾向は、日の枝の乱を受けてさらに続き、日の枝子南将棋録。 平防良古典記録、生成録、江戸日記、南西日記、母親将棋事実、山岳詩伝、英,英明四男将棋録、林慶行伝などが書かれた。ハングルでの文学活動は、仏典の限界から始まる。ホッケ行、混合行、両言行、英歌行、尺仏まびら株舞詞などがそれである。また、三合名実図、列助伝などのように儒教の道徳を、 不助詞に教えるための読み物も書かれた。字長、別曲なども、リートで書かれていたものが、ハングルで書かれるようになった。修予報の、同等局、ロック課、金の、花田別局、陰吉堂の、古参書局、理事の、九曲か、李広氏の、漁夫か、勘山別局、定徹の、関東別局、星山別局などが知られている。また、ハングルは、道毛先。 週、都市開新後、都市会門語都市会といった教科書の類に使用された。朝鮮文学はハングルが誕生しても、なお、漢文を主体として綴られていた。また小説という読み物に対しての評価が著しく低かったため、小説は受教的な背景でのみ語られることとなった。こうした一連の小説群は、古代小説と呼ばれる。漢文での作品としては、 後期地道伝が挙げられる。水古伝の本案小説と言われ、朝鮮文学で紹介小説、物語を章に区切ったものの形式を取り入れた最初のものだとされている。また、社会批判を含んだ社会小説とも言われ、同じような小説に、田内伝女花丹伝がある。また、中国の三国支援儀が広く読まれ、それを本案した小説もまた読まれた。その他に、 漢文で書かれた古代小説として、秋田前漢儀録、燕岩尾外伝、清華雑録、具発族シリング、こ行巨匠史、丹陵廃史、奇談随録、半宿姫伝、琉球王星主外伝、東久子伝、三冠獣などがある。ハングルでの作品としては、旧雲房が、その最高傑作と、評価されている。拓港七千輪トライ陰伝、彫刻鎮伝、 コーロウムの本案と推測されている。後に漢文に翻訳されるといった珍しい現象さえ起きている。コーロウムが他の作家に大きな影響を及ぼしたように、旧雲房も玉林玉夢、玉桜夢といった本案が登場した。金一万十は写詞何世紀も残している。また、朝鮮半島に伝えられる説話が書籍になったものとして、昆虫と パッチュイ、シンデレラ建設は、ネズミ道ウ,ウ伝、殿、河津伝、京府伝、敵なりよし金徳伝、河津蛇獄庵、人形元玄窟外史などがあるが、最も有名なものとして、ハルカ伝、チン・キヨシ伝が挙げられる。ハルカ伝、チン・キヨシ伝ともに、その発祥は定かではないが、猿在校、1812年1884年が、ハルカ伝。 ち清き伝をもとに、パンソリの台本として、はるかか、陳清きを作ったとされること、様々な文献に、春華か伝、陳清伝の原型が見られることから、古くから伝えられている説話である、と言える。はるか伝は、上演小説と称され、同じ類の小説に、宿公伝、宿営城主伝、白鶴仙伝、深山白伝、玉丹春伝がある。その他に、 ママ母小説と称される、小花グレンデン、低乙禅伝、長宝雲伝、魚流伝、公安類、裁判が重要なプロットになる小説と称される、玉城主伝、陳太鳳伝、河津蛇獄案、高会場、流炎伝、月宝期、牧文秀伝、金金新書が知られている。開花期から、新聞、雑誌といったメディアが登場、発達し、文学の普及、 発展に寄与した。独立新聞、京状新聞、後に、工場新聞、帝国新聞、大韓毎日新報、大韓民報、国民新、万歳報、後に、大韓新聞、ハンスン新報、京号新聞等、様々な立場の団体が新聞社を設立した。新聞には、小説が連載され、大衆の娯楽しての文学が発達する場となる。 雑誌は1896年2月に、東京で、韓国皇室特派留学生たちが創設した、新北会解放、1986年11月、ソウルで創設された、がその講師である。その後、在東京朝鮮人留学生たちが、各々の団体の解放を発行する一方、朝鮮では、蔡南前が、印刷所を設置、少年、透明、時代日報、 青春、等を刊行した。その他にも、創造、バラムラ、白牛を、諸行、廃墟、開脈、朝鮮分断、新青年、新女性、新天地、カトリック青年、折に、文芸運動、国民文学等の文芸導人士や機関として、多くの雑誌が発行される。19世紀末期に入ると、列強各国がアジアに進出し、朝鮮においても、 外国の圧力の中で近代化が進められることになる。文学でも、この時期、一つの転換期を迎える。すなわち、理人、地気の、に始まる、いわゆる、新小説と呼ばれる、小説形態の誕生である。新小説は1910年前後に登場した。それまでの、古代小説から、近現代小説への過渡期的な小説形態ある。 新小説と呼ばれるものは他に、築中会議録、雪中梅、自由の鐘などがある。これらの大部分は古代小説に見られる、完全調悪のストーリーを引きずってを、また、旧来の思想、文化を極端に批判したりする内容ではあるが、原文一致の文体、新聞等のメディアを通した文学の普及という点で、新しい。新小説と呼ばれる作品はそれほど多くはなく、 李光主の無常の登場でやがて消えていくことになる。朝鮮において近代的な小説形態、または自由史を移入したのは李光主と蔡南前である。李光主は1917年に無常を連載し、朝鮮における近代小説を確立した。蔡南前は雑誌を自ら手掛けて新大使を発表。 後に続く詩人たちに少なくない影響を与えると、同時に、その育成の場を提供した。朝鮮における、近代文学は日本に留学中、または留学したインテリたちによって牽引される。彼らは留学中に、西洋の文学史上を学び、それを取り入れた。金東人、連想、渡る、金広指定、蔡一万食、李大春、僕安支援、理想、来根化、 ユチンゴ、リムエー等が挙げられる。彼らは、海外文学派、国人会、劇文学会、セクトン会等各々の団体を作り、互いに文学的主義を批判、主張し合いながらその水準を高めていった。こうした日本留学組、その中でも大学に通える資金を持つ、者たちは、比較的裕福な量販階級の指定であることが多く、 彼らに対抗する集団として1920年代頃からプロレタリア主義作家が台頭する。プロレタリア主義作家として、林は、サ明美、ケ明サ李美、久ラ・ヒロシ、シの、総影、孔をもう姿等が挙げられる。彼らは、古婦を結成し、労働者の代弁者として、朝鮮総督府とブルジョア民族主義を休断した。この動きは、 朝鮮総督府の弾圧により1935年頃を境に沈黙する。1970年代は若い新人たちの輝かしい活動が断然脚光を浴びるようになった。小説分野では、蔡人志博士、鉱石秋、長海一、超前作など多くの若い作家たちが続々と登場した。いわゆる70年代作家と呼ばれる人々は多数の読者を得る。 新聞小説も石鹸した。このようにして出た、西人都市の、星たちの故郷、鳥海一の、冬の女などは、空前のベストセラーになって一種の小説金時代を、謳歌した。しかしこのような作品傾向に対して、その商業主義文学としての病、兵を指摘する批判の声が高まり、一方では、産業社会の到来とともにその病理的な面を、 作品を通じて表現した、長与、広氏の短編集が珍しく、苦の読者を得る、ベストセラーになった。また、後石秋は工事現場の労使関係を扱った、各地や南北分断の悲劇を作品化した、半死年代一記などを発表した。1970年代の司会では、維新体制と暗い政治状況の下で、詩人、金止家が発表した、五族が、 筆化事件となって国際的な議論を投げかけた。この外にも詩人としては、テーマモルケー、テーゲン僕としみち、リノボルカオルなどを挙げることができる。これらの作品は現代史の新しい変貌を示す先駆的な役割を果たした。1980年代に入って小説の中で大きな流れを形成するようになったのは、それまでほとんど見られなかった。 大河小説の登場だ。これが読者にも大きい反響を得るようになったが、その代表的な作品として、鉱石秋の歴史小説、超吉山と超帝来の大白山脈などを挙げることができる。特に大白山脈は韓国出版史上最大の売れ行きとなった。このほか、フミレツの長編、英雄時代も文壇の注目を引き、 その後彼は1990年代にかけて旺盛な作品活動をしている。詩の分野では、リアキラ・カオリ、キシバウ、サイ・カツコ、カネミツ・ケイなどが注目を集める作品活動をた。1990年代に入って多くの商業主義的な小説が現れて読者を惑わす傾向もあったが、僕・影都市の大河小説、土地が25年にもわたる。 執筆期間を経て完成されたことは意味深い。さらに作家、広島森源も1960年代に登壇した、あと1990年代に至るまで、モンドング、ガツと刀などの大作を発表している。また猿、恐縮や穴枝栄などの若い女流作家たちの活動も、著しい。70年代以後著しい作品活動をしてきた、が万人 白頭山などの調子を完成し、1930年代に、師団に出た、助演中が、初詩集、花蛇集以後引き続き作品を書いている。女流詩人たちも、孔誠祝、金南無女、金芝号千両姫などが1950年代以降、詩作品のたゆまぬ発表を続けている。1980年代には、民主的で平等な国家を作るための闘争的な、 色合いの濃い作品が多く登場した。これは言うまでもなく386世代の登場と関連しており、日本でかつて流行した新左翼のムーブメントとた傾向を持っていたため、批評空間のような文芸批評史が80年代の韓国文学に注目したことがある。牧津と向かいのような反権力的な詩が発展したのも韓国文学の一つの特徴である。 僕は1991年に国家保安法違反権威で捕まったが、1998年、読者された。1990年代に入るとペスワのような村上、春樹や吉本バナナに影響を受けた若い作家たちが登場した。他方、若い時代を民主化運動に費やしたことへの喪失感を表現する作品も多く発表された。90年代以降の韓国文学は、 日本文学の影響を大きく受けており、今後、日本文化解放と共に一気に、韓国に流入してきた在日朝鮮人文学や、ライトノベルからの影響も無視できない。なお、純文学ではないが、1990年代のベストセラーとしては、リオン星、1937年から1988年の小説、東井、奉還。 1990年が300万部発売で、大白山脈を上回る、史上最高記録を更新し、金達秋、1957年の、ムクゲの花が咲き来ました。1993年も200万部以上を売った。これらはいずれも日本語訳が出ている。1945年8月。 朝鮮が日本統治終了を迎えると三十八度線以北では近日清を中心とする高日パルチザン党士たちが政権を形作る。文学もまた彼ら高日パルチザンを継承化していくことを第一とした。日本統治終了直後から自然発生的に文学芸術団体が各地域で結成されていたのを1946年2月。 朝鮮労働党は北朝鮮文学芸術総同盟として単一組織にまとめた。その綱領の中で帝国主義、資本主義を排斥すると同時に人民民衆の啓蒙とソ連を中心とする西側諸国との文化の交流を目的とすることを定め文史のプロレタリア主義思想を要請する。日本統治終了後の主文学では超初めての白頭山、 小説では、リミ、エーの、ソエル大地、が、代表的である。その他にも、古府の同人である、僕聖英、僕八春、総影、また、中国から帰国した、金資料などが作品を執筆している。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発しても、文史の筆は、止まることなく、地下印刷工場が作られて、雑誌や文庫が発行され、 その作品の数は三千を超えるとも言われている。金朝、慶、西医師と、李平哲、貧平、人志、僕、竹島猿、千代鳥、り、陰与え、李北明などは、この時期に執筆した文史である。その作品の多くはシカル・ポルタージュであった。こうした分断の流れの中で、朝鮮戦争のさなか、日本統治終了前の作家たちの多くが死亡、若い作家たちが台頭し、 北朝鮮文壇は大きな転換をする。朝鮮戦争が急戦を迎え政治が落ち着くと、文壇にも優れた文学が登場するようになる。リミ、A の長編、トマンコウが1954年に、その第一部が発表されたことは、北朝鮮文学の真の始まりを印象づけるのである。その他に、チ洋を取りの、ソッケウルの新春、陰与獣の試練の中で、後継の、 ケマ高原などがこの時期の代表作である。1960年代後半に入ると北朝鮮分断に変化が起きる。それ以前からも文学の中に登場していた金日成がこの時期以降から文学作品の中に頻繁に登場しだした。祖国解放闘争の指導者として、または社会主義朝鮮建設の指導者として金日成の継承化がなされ始めたのだ。 よって、この時期より、北朝鮮文学を、主体文学とも呼ぶようになる。だが一方で、女性問題、社会問題、恋愛を主題とした作品が80年代、以降顕著になっていることも事実である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。